ゲスト紹介じゃあお願いします。はい、はい、なんか分かんないから。立ち上がりました。あ、はい。どうぞ。じゃあ、自己紹介で。静岡から参りました。静岡から参りました。わざわざ。わざわざ。静岡から参りました。吉田です。吉田です。お願いします。お願いします。吉田君。はい。はい、群馬から関東来ました。群馬すごいね。すごくね。山田です。山田さん、よろしくお願いします。千葉県から。千葉県バーチ、バーチですか。来ちゃいました。来ちゃいました。小林です。はい、ありがとうございます。味、見た目、愛情、愛情を込めてそれはそうでしょ。愛情を込めたね、本当に。いやー、愛情はプライスレスなんだろ。はい、失敗してもくじけない。いただきます。いただきます。美味しいですね。美味しい、美味しい。お、よし、美味しい、美味しい。全然大丈夫。皆さん、お肉の硬さはいかがですか。柔らかいです。大丈夫ですか。甘さとか塩加減とか何かこう感じることがあればぜひ遠慮なくおっしゃってください。ちなみにカツ丼で作ったことありますか。カツ丼ないかもしれない。ないかもしれない。ないっすよね。これも初めて作ったね今日。あ、ちなみに2人高校の同級生ですか。あ、そうなんだ。高校の同級生で高校時代の。あ、どうでした高校。高校時代の正直味はちょっと差がなくてどちらとも美味しかった。それっぽいな。美味しかったです。だけど個人的にいいですよ。個人的にあの肉厚が卵落としの方があって、はいはい、それが自分的にはどこらしいね。ありがとうございます。甘めが好きで。甘くてこっちもちょっと甘かったらこっちにしてたかもしれない。いつもだったら卵とじを選ぶ。卵、はい、卵好きなんで、はい、なんですけどあの男性系と逆でお肉がすごい食べやすいサイズ。厚さ、お肉の厚さが、へえ、とソースがなんかずっと食べてても、うん、くどくない。おー、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 おー